皆さんこんにちは、スプランクの池山と申します。本日、セキュリティだけじゃないとちょっと長ったらしいタイトルですけれども、ゲームの開発においてスプランクをどのように活用していくかといったところをお話しさせていただきたいと思います。ちょっと事務連絡なんですけど、皆さんお手元にアンケートがあると思います。そちらの方は出た後に回収させていただきますので、ご回答いただけてお渡しいただければノベルティとしてこの USB メモリの方をお渡しします。ぜひ皆さん振るって持ち帰ってください。ではですね、スプランクのセッションを始めさせていただきます。最初面積事項ということがあるんですが、ここはスキップさせていただいて、本日お話しさせていただくのは、スプランクって何って何それっていうようなところと、またデモをいくつか交えて話しさせていただきたいなと。であとはデブオプスにおけるスプランクの活用だったりとか、お客様の事例、あとはそのデブオプスに関連するデモといったところと、あとはまあ最後に締めとして、いろいろコミュニティなんかも活発にありますので、紹介させていただきたいなというふうに思います。ちなみに皆さんスプランクってご存知ですか？スプランク知ってるよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。まあ、初めての方でもスプランクって何っていうところを分かりやすく解説させていただきたいと思いますので、まあ甘口ということで、まあ、スプランクって何それといったところ、まあ、スプランクって名前だけでも覚えて帰っていただきたいなというふうに思います。それではですね、まず自己紹介からというところなんですけど、まあ私池山邦彦と申します。ちょうど1年前にスプランクに入社しまして、スプランクで夢を売る仕事をしています。まあ、夢を売るってどういうことかっていうと、まあ、スプランクでこんなことができるよっていうことを皆さんにお伝えするということをしています。まあ後でお話しますけれども、スプランクデータ分析ログ分析のプラットフォームという形でソフトウェアだったりクラウドサービスを提供しておりますが、まあ、実際どのように活用していくのっていったところ、なかなか難しいところもあるかと思います。まあ、そういったところいろいろ例を交えながら、まあ、今日お話しする内容といったことをお伝えしていくということを仕事としております。あとはまあ趣味として写真撮影、ドラム演奏といったことをしています。最近はベースなんかも演奏していたりして、まあ何でしょうね、結構音楽だったりとか写真だったりとか、そういう方に活動するのが、まあ、趣味として楽しんでいるというようなところでございます。でですね、スプランクの概要のところからお話しさせていただきますけれども、まあ、まずスプランク本当何それというところ皆さんいらっしゃると思いますので、まず会社の方からご説明させていただきます。本社がですね、サンフランシスコにありまして、アメリカ地域でのヘッドクォーターがサンフランシスコと、まあ、その他、ヨーロッパ地域の方ではロンドンがヘッドクォーターになっていて、アジアパシフィック地域の方では日本を含めての方では香港がヘッドクォーター機能を持っているというところになっていて、グローバルに展開していて、グローバルにお客様を使っていただいているというような会社となっております。でお客様は、全世界に1万3000社以上で110カ国以上、非常に多くのお客様に使われお使いいただいていて、まあ、非常に小規模にデータ分析をするっていうところから、もうエンタープライズ全社規模の方で使われるといったところまで、ピンからキリまで非常に幅広く使われているというものになっています。であとは、まあ、あとどれぐらいデータを取り込むのと、1日あたりどれぐらいデータを取り込むのかっていったところですと、まあ、大きいお客様ですと1日あたり1ペタバイト以上のログを取り込んで分析して、運用しているという方もいらっしゃいます。また無料トライアルだったりとかっていうこともふんだんにありますので、そちらの方もまたご紹介後でさせていただきます。でスプランク何やってるかって言いますと、まあ、英語でも何か書いてありますけれども、マシンデータをアクセス可能に便利なものに、そしてあらゆる人にとって価値のあるものにするということをしています。マシンデータってそもそも何なんだっていうことと、こんな言葉だけ聞いてもよくわかんねえよということもあるかもしれません。まあ、ちょっとそこら辺をお話しさせていただきたいなというふうに思います。まずマシンデータは何かっていうところですけれども、まあ、左側にありますようにこうオンプレミス、クラウドだったりとかサーバーストレージ、他にもファイアウォールだったりとか、スマートフォンの記録だったりとかネットワーク、まあ、様々な、デバイスであったりマシンといったものが、まあ、ログだったりとかいろいろなデータを持っているというものになっています。そういったものをスプランクが取り込んでインデックスしていって、まあ、レポートを作るだったりとか、何か問題が起きた時にはアラートを上げる、あとはダッシュボードを作って可視化するといったこと、まあ、そういったことをしていって、まあ、IT 運用だったりとか、まあ、セキュリティだったりとかっていうことに使われていると。で特に日本の方では、大半のお客様がセキュリティで使われていまして、まあ、セキュリティといえばスプランク、スプランクといえばセキュリティという形でよく知られてはいます。ただ
実際には IT 運用だったりとかアプリケーションデリバリーだったり IoT、 さまざまな用途でこうデータを扱うものであればあらゆる用途に使われるということで使われています。でどんなデータであっても扱うことができるということで、特にバックエンドに RDB というものを持っておりませんので、まあ、事前に例えばこれはインテジャーだとかキャラ型だとかっていうことだったりとかを定義することもなく、とにかくログをスプランクの中にぶち込んでいって、それを後からどの部分がどういう意味を持っているのかなっていったことをタグ付けしていって分析検索できるといったことがこのスプランクというものになります。なのでスキーマ定義不要、 RDBMS 不要といったところ、あとはそういったテキストデータであればどんなデータでもインデックスすることができるということになっております。実際の例としてですね、こういったデータがあると、例えば、注文履歴、ミドルウェア、コールセンター、ツイッターといったものがありますが、例えば、コールセンターの方にユーザーさんからお問い合わせがあったと、なんか取引できないんだけど処理できないんだけどどうなっているんだというようなことの問い合わせがあったといったときに、それバックエンドに何が起きているのかなといったこと、トラブルシュートも含めて何が起きているのかということは非常に分かりづらいといったところになってくるかと思います。ただコールセンターの中に入っているこのカスタマー ID、 こちらですね、こちらの方のカスタマー ID といったものだったりとか、それは実はこのミドルウェアの方にも入っていて、注文履歴の方にもこのように入っていると。で他にもツイッターの方を見ていくと、必ずしも紐づくものではないかもしれないですけれども、何かしらこの会社に関するツイートをしているということも見つかることもあると思います。そういったマシンデータから重要な洞察を得られますということで、このカスタマー ID というものを紐づけていくと、こう検索していって、実はミドルウェアのところで何かしらエラーが出ていた、だからお客様の方では取引ができずに処理ができずにコールセンターの方にクレームが上がった、その結果ツイッターの方で、不満が出ただったりとか、何かしら、炎上するっていうようなことが出てくると、そういうこれらのデータをスプランクに入れて、相関付けていって分析していくっていうことができるものになります。あとで実際にどういうふうにやるかっていったところもお見せしたいと思います。そういったデータ収集からインデックス、あとは検索していってアラートを起こすだったりとか、可視化する、さらには機械学習を使って予測するだったりとか、分類クラスタリングをしていくといったこともこのスプランクという一つのプラットフォームで扱えるもの、これがエンタープライズプラットフォームとして提供しているスプランクというものになります。製品としてはどういうものを出しているかといいますと、下の段のところにこうフォワーダー、フォワーダーというのがデータを転送してくる、スプランクが提供しているエージェントだったりもします。あとはシスログを転送してくるだったりとか、モバイルから、スプランクのエンドポイントに向かって投げるだったりとか、 IoT デバイス、パケットキャプチャー、それらのデータをスプランクというプラットフォームの方に投げてきて、あとはこちらの方がこの2つのところが大きな製品となってきます。こちらがスプランクエンタープライズ、これはソフトウェアの方になります。ですので皆さんがお持ちのサーバーだったりとかに、こちらのスプランクエンタープライズをインストールしてセットアップするということ、もしくはスプランククラウド、右側にありますこのクラウドの方はマネージドサービスのクラウドもあります。ですので、サーバー自体だったりとかこのソフトウェアを運用していくのが、難しいな、面倒くさいなということであれば、このクラウドサービスといったものを使うと、簡単に、初期設定ができて、展開していって運用することができるということもあります。あとはそのスプランクの上に、アップアドオンというものを載せることができます。例えば AWS、Box、Cisco、Kepware、Palo Alto といった、さまざまな、デバイスだったりとかですね、サービスといったもの、そういったものを簡単に取り込んで簡単に可視化できますよといったものを提供しているものもあります。でその上にプレミアムソリューションというものがありますが、こちらは優勝のアップの方になっておりまして、IT 全体の可視化をするものがこのスプランク IT サービスインテリジェンスだったりとか、あとはセキュリティエンタープライズセキュリティ系だったりとか、ユーザービヘイバーアナリティクス、これは未知の脅威に対する検知といったものも提供しております。そして、IT とビジネスにまたがって価値を提供ということですけれども、こういったアプリケーションデリバリー、IT 運用、セキュリティ、ビジネス分析、IoT、これらのことが主に使われているところになってきます。他にも、アプリケーションデリバリーに関連するところですと、DevOps といったところでも最近注目を集めて、進められてきているというところになってきます。こういった使い方をされたお客様、全世界に1万3000以上いるお客様が、例えばオンラインサービスの方ですと、サービス稼働時間を増やして売り上げを伸ばすといったところにつなげるだったりとか、 SLA のバイオレーションを、検知していって、それを極力 SLA を上げていくということをやったりだとか、
といったことを、あとはまあログの細かい分析をしていって不正検知をするだったりとか、まあ、脅威を未知の脅威に対応するといったこと、まあ、そういった様々なことで、非常に多くの価値を出しているということをしていただいております。で、皆さんエンジニアの方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。あのエンジニアの方だとこのスプランクすごい面白いなというところがあります。スプランク社内のエンジニアなんかでもあの多くよく話すところですけど、やっぱり一番の醍醐味はこのスプランクが出しているコマンドになります。この検索ウィンドウの中にこういったコマンドを入れていくと、まあ、いろんな形で整形していって、例えば予測をするだったりとか、単純にまあ時系列を作るっていうこともそうですし、分類していくといったこともこのコマンド一つで柔軟に設計できて、まあ、非常にまたグラフィカルにも表現できるという非常に面白いものがあります。ですのでこちらの方も後でご紹介したいなというふうに思います。あとはまあそういったあのコマンドを作って整形していったデータといったものをさまざまにこう可視化していくといったことをできるものになっています。こういったものもデフォルトで入っているようなものもありますし、アップで追加していってまあ複雑な描画をしていくといったこともできます。当然あの皆さんご自身で開発されていって、例えば D3JS といったようなものを使ったりして、まあ、ご自身の好みのグラフィカルな表現といったことを作っていくこともできます。まあ、ただあのスプランク、まあ、こうは言っているけれどセットアップとかめんどくさいなというふうに思われるかもしれません。ただ非常に簡単です。ダウンロードしてインストールするだけ、それだけでもスプランクは使えるようになります。あとは必要なデータを転送してくるっていうことをするだけでもう使えるようになりますので非常に簡単に始められるといったところが大きな特徴となってきます。で、実際まあデータ転送といったところになってくると、まあ、どういうふうにデータ転送できるのっていうことなんですけど、これもいろいろなデータ転送の仕方があります。単純にまあシスログ D だったりシスログ NG といったもので送ってくるっていうこともありますが、まあ、他にも、まあ、フォワーダーのようなエージェントを使う、フルエント D を使うだったりとか、カフカを使うだったりとか、まあ、そういうオープンソースとの連携もできますし、あとは、HTTP イベントコレクターと呼んでいますけれども、スプランクの方でデータを取り込むエンドポイントというものを用意していますので、その特定のエンドポイント、ポートの方にポストしていただけると、そのデータ JSON データといったものをスプランクが読み込んで自動的に解析していって、フィールドだったり必要なデータといったものを抽出してくれるということをします。ここら辺もまた後でデモでお見せできればなというふうに思っております。あとはまあスプランクの方はですね、あの非常に多くのアップを用意しております。だいたい1300種類今あります。で、主だったこう、まあ、ベンダーさんと協業しておりまして、例えば Amazon さんなんかはスプランクとパートナーシップを組んでいるということで、まあ、Amazon のインスタンス利用状況だったりとか、あとはまあトポロジーだったりとか、あとはビリング課金情報だったりとかっていったものを、まあ、あらゆるその Amazon アカウント、まあ、ご自身で管理されているアマゾンアカウントから収集してきて、それを一括で可視化するっていうことができたりもします。ですので、まあ、社内でいろんな人がアマゾンを使っていて、まあ、どれぐらい使ってるかもわからないだったりとか、変なインスタンス立ててる人がいるだったりとかっていったことも、まあ、これを使えば簡単に可視化できるということになります。まあ、他にもいろいろな、アップもありますので、もしご興味あればこういったものを探していただくっていうことも面白いかなというふうに思います。ということで、まあ、なぜスプランクがいいのかといったところになりますが、あの、まあ、インストールし、ダウンロードしてインストールしてセットアップしてといったことを非常に早くできるということだったり、まあ、特にそのアップを提供しているということで、まあ、価値実現が早いということ、非常にこれは大きな特徴にはなってきます。他にもいろいろなデータを取り込めるということだったりとか、あとはリアルタイムにそれを検索していってデータが入ってくると同時にもうすぐにレポートを出すといったこともできるようになると、こういったことがスプランクの大きな価値といったところになってきます。じゃあですね、デモの方をさせていただきたいと思います。実際に、まあ、スプランクインストールして使えるようになるまでといったところをお見せしたいなというふうに思います。こちらあのスプランクのホームページになっておりまして、まあ、スプランクとググっていただくか、まあ、もしくはスプランク .com というふうにあの URL を入れていただいてアクセスしていただくと、このようなページが出てきます。まあ、ここに右上にフリースプランクと無料で始められますよといったものがありますので、ここをクリックしていくと、まあ、あらゆるあのそうですね、スプランクエンタープライズとスプランククラウドっていう大きな2つの柱があって、エンタープライズの方を選択します。
そうするとここでダウンロードサイトの方に行くというふうになっていまして、 Windows、Linux、Solaris、MacOS と、まあ、クライアントの方にも入れることができるということですね。 Windows だったりとか Mac だったりとかっていうことにもできます。まあ、大体はサーバーで使われるところなので、今回この Linux といったところを選択して RPM で入れるということをしましょう。でダウンロードサイトの方に行くと自動的にダウンロードのダイアログが出てきます。このように出てきます。まあ、これでダウンロードしていただくっていうことでもいいですし、あとはダブルゲットでどうやって取るよっていうようなコマンドなんかも用意されていたりしますので、サーバーの方に入れるときにはこういったものを使うと便利かもしれません。これを一旦コピーしてですね、でサーバー今 EC2 のインスタンスがあるこちらの方に、実際立ててみます。で先ほどコピーした、URL ダブルゲットの方を、まあ、このまま実行してモジュールを引っ張ってくるっていうことをします。でこうして取れたものを、RPM で単純に、回答しましょう、インストールしましょう。まあ、スードゥが必要ですけどこれでポチッとやります。こうすると中でスプランクユーザーというものが作られて、そのままインストールがどんどん進行していって、スラオプトの下にスプランクというものが作られるということになります。これでインストールは完了しました。あとはこれで起動するということをします。でちょっとしたコマンドがあったりするんですけれども、オプト、スプランク、ビンスプランク、まあ、スプランクのこのスクリプトの方をキックさせてスタートというものを引数に与えて、まあ、あとはちょっとした引数でライセンスをアクセプトライセンスやるよっていうことと、もうめんどくさいのでここはもう答え何かしら途中でイエスノーって出てくるものもアンサーイエスっていうふうにしますよということをして実行というふうにします。まあ、これで今スプランクが初期起動されたっていう状態になってきます。これが終わると終わりましたね。こちらの方でもスプランクが入ったということになっておりまして、これであとはブラウザ経由で先ほどの IP アドレス、あとは8000番ポート、こちらの方でアクセスするということにします。もうたったあれだけで今多分 1,2 分もかかってないぐらいのところでもうスプランクにこれアクセスできるようになったという状態になっています。ここであとはログインしていくということをします。で初期パスワードはアドミンチェンジミーというのは必ず出てきますので、こちらの方を入れて、あとは新しく自分でパスワードを設定してくださいねということをして入ります。これがスプランクの画面になってきます。で、またデータを検索していくという話がありましたけれども、こういったものを、使っていくときにはこちらの方にサーチというところにアクセスしていただくと、ちょっと英語になっちゃってるので日本語に直します。ここ URL を JAJP にするということをするだけで日本語になります。これであとは今データが何も入ってない空っぽの状態なんですけれども、こちらの方にデータを検索するだったりとか先ほどのコマンドを入力するといったことをするだけでいろいろなことができるようになるというものになってきます。まあ、ちょっとデータの転送するといったところ、いろいろデータの、まあ、今デモ環境なのでデータがないという状況ですので、まあ、すでに入っているものでどういうふうになっているかといったものをお見せしたいと思います。まあ、3分クッキングみたいですよね。3分後こちらになってますということなんですけれども、データを、見ていくと今例えば OS の中の CPU のデータといったもの、こういったメトリクスを取ってくる、シェルスクリプトで取ってくるということをしたものがこちらに入っておりまして、まあ、これだけ見ると all79.110 とか数字が入っているだけということで、若干これだけ見ても分かりづらいなと、何の意味があるんだこれっていうふうになるかもしれません。ここを開いていただくと、それぞれもうフィールドがすでにこのアドオンアップを使って自動的にも抽出されているっていう状況になっていますので、これを使えば簡単に分析できるようになるといったものになってきます。例えば、このCPU ロードパーセントというフィールド、こちらは CPU 使用率のパーセンテージということになりますので、こちらの方を時系列で表したいなといったような時には、パイプでつないでコマンドを打つ、それも非常に直感的に分かりやすいタイムチャートというコマンドを打つだけです。であとは CPU 使用率、最大 CPU 使用率を
あとはサーバーごとホストごとに取りたいっていうふうにしていくと、これをやるだけで、もうすでにこのようにできてきます。数字が表形式に出てきます。あとはこれを、グラフィカルに、じゃあ今度は折れ線グラフだったりとか棒グラフにしたいなというときには、あれ日本語になってないですね。ちょっと日本語にします。こちらに出てくる四角エフェクトというところをクリックすると、いろいろ準備されています。折れ線だったりとか面グラフ、棒グラフといったものが出てきます。ここでまあ折れ線グラフにしていってやろうっていうふうにして、まあ、こうごちょごちょっと出てくるっていうものができたりだとか、あとはまあ単一値っていったもので表すこともできたり、まあ直近の CPU 処理率の数字がいくつっていうものを取れたりもします。トレディスっていう、まあ、新しい機能ですけど、こういったものを使うとサーバーごとってやったものがこうサーバーごとに取れたりするっていうふうになってます。ちょっとあの直近今デモ環境にデータが入ってきてないので全てゼロにはなっていますけれども、多分現実の環境の方に行くと、まあ、こちらの方が数字が取れて、まあ、一目でどこで何が起きているかといったことが分かるようになると。でこれをダッシュボードに追加するっていうことができたりもします。他にも複雑な計算もできたりするところで、まあ、グラフィカルにいろいろ表現できるということで、まあ、統計を取るっていうことをしていこうと、まあ、この CPU 使用率の方を最大値 CPU ロードパーセントAs max で、max CPU としましょう。あとは平均値も取りたいなと、平均値も見れるようにしたいっていうふうにするんだったら、並べてスペース区切りで CPU アベレージだったりとか、あとはトレンドを見たいっていうことであればスパークラインっていったようなコマンドもあったりして、これを最大値のトレンドを見るっていうことをしていくと、でホストごとに取りたいっていうことをすると、ちょっと括弧が足りなかったですね、まあ、このような表にまた別の形で出すことができると。ですので今直近で最大の CPU 使用率がどれぐらいだったりとか、平均値がどれぐらい、それでさらにはトレンドがそれぞれどうなっているかっていったことをこう出す、さらには、いろいろですね、こう平均値っていったものが全体の平均に対してどれぐらい乖離しているかなっていったことを見たいっていうことであれば、また別のコマンドを打つと、全体の平均値の平均、じゃあトータルアベレージとしましょうっていうものを足していくと、イベントスト、あ、ここが間違った、はい、まあ、こちらの方に、全体の平均といったものが出てくるということなので、さらにそれがどれぐらい乖離してるんだっていうことを計算するっていうことを、デルタっていうふうに計算していって、トータルに対してそれぞれの CPU の平均値っていったものがどれぐらい取ってるかといったことを差として出してくるっていうことをすると。であとはこれを高順に、デルタを高順に並べたいなっていうことであれば、相当するっていうようなことをこうコマンドを打っていくということをしていくと、CPU 使用率が高い順、差が大きい、平均に対して乖離が大きいものから順にこのように相当されて表示されるということになります。まあ、なので結構技術者の方だったりすると、こういったものを使うといろんなことができて本当に楽しいっていうところがあるので、皆さんもぜひ試していただきたいなといったところがあります。で他にもまあ表現の仕方だったりもこのように色を変えていくっていうことをしていって、まあ、最大のものは赤にして、数値が0だったら白にして、数値が低いものだったら青にするっていうような、こういったものをしていくと何が起こっているかっていったこともまたすぐに一目で見てわかるようになるといったことがあります。こういった使い方をしていって、ダッシュボードを作っていくっていうことをしていくと、まあ、お好きな形にデータを整形していって自分が使いやすい形に作り出すことができるということになります。まあ、こういったものがスプランクの使い方というものになっています。なんとなくイメージ湧きましたかね、皆さん。こういうもんだっていうこと、まあ、こういうもんなんだなっていうことを覚えておいていただければなというふうに思います。それでですね、
デモは一旦これぐらいにしておいて、今日の本題の方であります DevOps においてスプランクをどう活用していくかといったところの話をさせていただきたいなと思います。DevOps におけるスプランク活用といったところですけれども、この開発だったりビルドする、デプロイする、モニタリングしていくといったプロセスといったものを、1日1日の単位でどんどんデプロイしていくだったりとか、あとはそれを扱う人が何百人単位のプロジェクトになっている、何十チームの人が同じコードに対してコミットをかけてきてビルドしているっていうこと、そういったこと、あとは依存関係のあるソースコードでどうしても間違いが出てしまうだったりとかっていうことがあったりもするかと思います。そうすることで非常に効率を下げてしまって、どうしてもリリースが遅れてしまうっていうことだったりとか、プロジェクト全体への支障が出てしまうっていったこともあるかとは思います。そうなってくるとやっぱりこのプロジェクトの進行状況だったりとか、それぞれ、コミット状況、ビルド状況だ、デプロイして運用状況はどうなってるんだっていったことを適切にモニタリングしていくということが非常に重要になってきます。ここにスプランクを使うということを、ご提案させていただきたいなというふうに思っています。こういったことで発生するリスクといったものがスピードの低下だけじゃなくて、リリースが遅れることによってユーザーさんに対するエンゲージメントが下がってしまう、満足度が下がってしまうといったことも起こり得るものだと思います。ここを、スプランクで解消していこうと、データを分析していくっていうことで、開発プロセスといったものを見えるようにして、どこにボトルネックが生じているか、そのボトルネックを解消するためにはどうすればいいかといったことの知見を与えるということをこのスプランクで実行するということになります。ですので、例えばデータソースとしては、コードリポジトリであったりとか、ビルドサーバーだったりとか、あとは自動化していったり、自動化システム、テストサーバー、モニタリングだったり、そういったものをスプランクで見ていって見えるようにしましょうと。でさらには見えるだけじゃなくて、何かしらスプランクの中でワークフローを作っていって、何か問題が起きているときにはアラートをトリガーして、さらには何かしらのアクションを打つといったことをしていくということもできます。自動化というふうに叫ばれてもいますけれども、自動化すればそれで全て終わりというわけではなくって、最終的には何かしら適切に管理していくということが必要になってきますので、そこにスプランクを使いましょうという話になります。で、開発ライフサイクル全体の見える化ということで、いろいろ開発しているうちに、いろいろなツールを使うかと思います。 GitHub を使う、Bitbucket を使う、 Jenkins だったりとか、それでビルドされたものを自動的に Docker に入れてコンテナを展開していく、それをさらにはモニタリングしていくということをするかとは思います。そういったものをスプランクに取り込んでいって、さらには、何かアラートが起きたときには Slack の方にアラートを投げるということをしていくこともできます。そうすることでアプリケーションデリバリーの速度を向上していく、あとはコードの品質を上げる、あとはそれに何か問題が起こることによって起こり得るビジネスインパクトを、未然に防ぐ、何かしらネガティブなインパクトが起こることを未然に防ぐということをしていくということをします。で、それによってできてくるスプランクどういうふうに見るかっていうと、このようなダッシュボードを作って監視していくというようなことの使い方になってきます。で、こういったデータを集めてくるための非常に重要なツールとなるものが、先ほどお話したイベントコレクターというものになってきます。ちょっとすみません、水飲みます。スプランクの方にエンドポイントを用意するということを知ることで、データ、例えば Docker のロギングドライバーだったりとか、Jenkins の、ビルドがトリガーされたよっていうようなことだったりを HTTP 経由でポストしてくるっていうことをしていって、データをスプランクにインデックスするということをします。で、例えば使い方としては、開発者が Bitbucket の方にコードコミットして、それをコミットされたのをトリガーとして Jenkins の方がビルドをかけて自動的に Docker にデプロイすると。そういった一連の流れの中で、それぞれコミットしたとき、ビルドしたタイミングだったり、デプロイしたタイミングといったところでデータを取ってきて、どこかにボトルネックが生じていないかなということを見つけるというものになります。さらには運用状況を見ていくといったところだと、Docker で運用稼働しているといったところをブラウザでアクセスしてくる。あとは、CDN、コンテンツデリバリーを使って配信するといったところの流れの中でも、Docker のメトリックスといったものを取ってくるだったり、Chrome、Chrome を出してますけれども、例えば、Google Analytics のような形でビーコンを仕込んで、そのビーコンをから飛ばされる情報、ブラウザ情報だったりとか、アプリ情報といったものをスプランクに投げ込む。あとは、
CDN で配信したものといったキャッシュがちゃんと効いてるかどうかだったりとか、デプロイした直後だったりするとキャッシュがどうも URL が変わってキャッシュが効かないみたいなこともあったりするので、あとはパフォーマンスが十分に出ていなくて、どうしてもこの、こちらですね、エンドユーザーのメトリックスの方に影響が出てくるということもあるかもしれません。そういった時にこういったパフォーマンスといったもののメトリックスを取るということも大事になってきます。そういったものをダイナトレースだったりとかニューレリックといった、APM を経由してみるということもあるかと思いますけど、さらにはそれをスプランクに入れるというようなこともできたりもします。こういう形でデータ、あらゆるデータをスプランクに取り込んでいって串刺しに検索していって、今何が起こっているのかということ、あとはそれがなぜ起きたのか、誰にとって影響があるのかといったことを分析していって素早く対処するということが大事になってくるというものになります。でこの DevOps という流れの中で、いろいろスプランクの方でも提供している機能もありますけれども、例えば、Docker で出しているロギングドライバー、こちらは Docker の公式の方でもスプランクがサポートされているという状態になっておりまして、スプランクと Docker の方でパートナーシップを組んでコンテナ内に吐き出されるログをスプランクの方にバンバン投げてくると、 HTTP 経由で投げてくるといったことができるようにもなっています。あとはジェンキンス、ビルドをしたタイミングということで、そのビルド情報、成功したか失敗したか何秒かかったかだったりとか、あとは そこからトリガーされたテストといったものが成功したかどうかといったこともイベントとして情報が投げられるということになります。他にもサーバーのコンフィグレーションといったものを決めていくときに、パペット、シェフといったもの、こういったものを監視する、実際成功したか失敗したかといったことだったりとか、ユーザーさんがどれぐらいアクティブに動いているかといったこと、こういったものを見ていくということもできます。他にも AWS、 先ほど少しお話ししましたけれども利用状況だったり課金状況だったりとかといったことを簡単に可視化できますよということを提供しています。ということで、続いてお客様事例といったところの話させていただきますけれども、この DevOps を使って成功裏にスプランクを利用されているお客様といったものが、グローバルにたくさんいらっしゃいます。例えば、少し詳細もお話ししますけど NBC ユニバーサルさんだったりレッドハットさんだったりと、あとはゲーム会社さんでいくと Xbox、 マイクロソフトさんだったりとか、あとは UBI ソフトさんといったところでも非常にスプランクを強く利用されているといったところになってきます。例えばこう NBC ユニバーサルのお客様なんかだったりすると、 DevOps を非常に意識して使われているということで、そのプロセスの中で今までこう人がコミットしてビルドしてっていうことをしている中でも、何が起きているかといったことを全体突貫して見ることができないと、そういった課題があったので、それらのデータをスプランクに入れるということをしていって、リリースの成功率を高めていくだったりとか、あとは展開を非常に早くする、アプリケーションの品質を上げるということ、1日に何回も何回もデプロイしていくことも、可能になるということが実現されました。他にもレッドハットさんだったりすると、こちらは DevOps だったりアプリケーションデリバリーということでコードをデプロイした、ただテスト環境にデプロイしたけれども、非常にもう何万行っていうふうにバグが出てくる、ログに出てくる、ただ実際にはそれを出しているソースコードのバグというのは1箇所だけだと、そういったものもスプランクですぐに見つけることができるようになりましたということがあります。で、結果として、今までですね、そのエラーがですね、までもうエラーが起きるたんびに SSH で入ってグレップしてっていうことをしていたのですけれども、その結果スプランクを使うことでそのエラー率を3分の1にまで減らすことができたということになって、デプロイのリリースっていうのも非常に短縮できるということが結果として起こりました。あと UBI ソフトさんなんかは、ですね、これはエンドユーザーのメトリックスを取っているだったりとか、あとは API サーバー、このゲームの中でよく呼び出される API コールされるというところがありますけれども、その API サーバーのゲートウェイのところで何か問題が起きていないかと、特にクリスマスシーズンだったり感謝祭シーズンといったところで非常に多くの負荷がかかってきて、もうずっとエンジニアが張り付いて監視するということをしていたのですけれども、スプランクでこのそういうピーク時といったものを監視するということも簡素化できたということで、問題があった時にも即座に対処できるだったりとか、あとはキャパシティプランニングといったところでもどれぐらいサーバーリソース準備すればいいのかなといったところも容易にできるようになったという事例もあります。
あとは XBOX から投げ出されるデータといったものをテレメトリーデータとして取っていますので、それを使ってユーザー体験を獲得しているということをしています。あとはゲームソフトの開発の中でもソースコードをコミットしたサーバーのところで何かどうも問題が起きているということがあったそうです。ただ問題、ユーザーが接続できないという問題が起きていたそうなんですけれど、それがなぜできないのかわからないという全く手探りの状況でトラブルシューティングしていたというところだったらしいのですが、スプランクを使うことでその原因を見つけることができたということになります。で、結局原因は何だったかっていうと、ユーザーさんが入る接続するたんびにコネクションをどうも開けっぱなしにするバグがあったということだったらしいのですが、そういったものをコネクション数がどんどん増えていくといったところがこのスプランクを使って分析することで見えて、今後の対処としてコネクション数がある一定数に達したらアラートを上げて自動的に切断する、初期化するっていうことをしていくっていうことをしました。こうすることで、そのコミットするっていうところでのボトルネックが生じていたところを解消するっていうことができて、何百人の開発プロジェクトといったところでも非常にスムーズに開発してデプロイしていくことができたというふうになっております。こういったスプランクを使うということで、ビジネス、デブオプス、カスタマーと、届くこういろいろサイクルがある中でのスプランクが中心となって動いていって、セキュリティ面でもそうですし、コードの品質だったりとか何かバグがないかっていうことだったりとか、そういったあとは、リリースのスピード、そういったものを改善していくということ、あとはさらにはお客様にとってユーザーさんがどのようにそのゲームをプレイされているかだったり、どのようにそのサービスを使われているかといったことを監視する、あとは何か問題が起きてないか、ユーザー目線に立った時に問題が起きてないかといったこともスプランクを使って分析していって、何か問題が起こる前に事前に対処するといったことも可能になります。こういう形でDevOps では使われますよといったところになりますが、ここでもちょっと簡単にデモをさせていただければなというふうに思います。はい、ということで、先ほどインストールして、まだクリーンインストールしたばかりのスプランクの中に、例えばこのジェンキンスのデータを入れていきたいといったとき、そういったときにはどうすればいいかというと、これも非常に簡単なステップでできるようになります。ここでアップを使うと、先ほど少しご紹介しましたけれども、スプランクにはアップを入れて、あらゆるデバイスだったりサービスといったものをデータメトリックスをどんどん取り込むことができますよということがありました。じゃあそのアップを入れて実際にジェンキンスを監視するということをしてみましょう。で、このアップを検索する画面に行ってジェンキンスと検索すると、このようにスプランクアップフォージェンキンスというのが出てくるので、インストールというのをしてみます。これだけで、あとはしばらく待てばもうこれでジェンキンスのアップが入ったという状況になっています。トップに進むと、このスプランクアップフォージェンキンスといったものが追加されます。こちらの方をクリックすると、エラーになりましたね。こちらは再起動が必要だと思いますので再起動させていただきます。数秒待てば再起動完了します。その間にちょっとジェンキンスの方もセットアップさせていただきます。でジェンキンスの方でもプラグインでスプランクというものが用意されてますので、そちらの方を入れていくということをします。このマネージプラグインというところに行って、アベイラブルなところからスプランクを検索します。で、スプランクプラグイン、こちらの方をチェックしてインストールしてリスタートすると。で、あとはチェックしてリスタートっていうふうにします。多分この間にもうスプランクの方はアクセスできるようになりましたので入ります。あとはジェンキンスこのようにアップができてきたっていうところで遷移して見てみると、ビルドが成功したかどうかを時系列で見ることができたりもします。今データが全くない状況なので空っぽになっているというところですけれども、データを入れていくことをしていきましょう。でデータを入れるにあたって、
HTTP イベントコレクターというものの設定が必要になりますので、そちらをセットアップします。ここに HTTP イベントコレクター、こちらに行きます。でグローバル設定というところで有効にする、まあ、これをポチッとやるだけ。あとは8088というポートで受けられるようになりましたよというものになっています。そして、あとはトークンといったものを作る必要があるので、まあ、こちらの方を作っていくと。適度にまあジェンキンスって名前をつけて、そのデータが入ってくるインデックスといったものをジェンキンス系のインデックスを指定して確認実行。これだけでもトークンができて受け口ができましたという状況になります。あとはヘッダーの中にこのトークン値を入れてポストするっていうだけでできるようになるものになります。でこのトークンを一旦コピーしてジェンキンスの方で見てみます。少し時間かかってますね。入ったのかな。入ってますね。いつの間にか入ってました。でこの状況で、ジェンキンスの方トップに戻ると、まあ、スプランクといったものができているようになります。あとは設定で先ほどの、ポートだったりとか、ホスト名だったりとかトークンを入れていくということをするコンフィギュアシステムといったところで設定していきます。ごめんなさい、動きが不安定になってるみたいで少しジェンキンスサーバーの方のマシンスペックが弱すぎたみたいです。まあ、ちょっと今回少しトラブルがあってできませんでしたけれども、まあ、こちらの方であとはこの設定画面の方に行くとスプランクのホスト名だったりポートだったりトークンを入れるところがありますのでそれを入れていくっていうことをするだけでできるようになります。すでにそれをセットアップした環境といったものもこのようにありまして、あとはこの例えば何か任意のプロジェクトのところでビルド実行っていうふうにするだけで、スプランクの方にデータが入ってくるということができるようになります。これが今先ほどこのビルド実行といったものをポチッとクリックしたものになってきます。もう一回試しにやってみますね。これをビルドナウっていうふうにするとビルドが、ナンバー8として出てくる。出てきたものをまたこれをさらにリロードするっていうことをすると、ちょっと分かりづらいかもしれないですけどここがサクセス2件というふうになってきているのが分かるかと思います。で下の表の方を見ていくとまあ、ビルドナンバー78といったものが見えるというようになると、まあ、こういったものが、まあ、今単一のプロジェクト単一のビルドだけだったらまあこんなもんかっていうところですけれども、まあ、いろんな人がいろいろこうコミットしたものをビルドしていくっていうふうになったときにその全体を見えるようになるということは非常に有効な武器になってくるものであります。でそれがまあ全体データと配置して入ってくるとどういうものになるかというところなのですが、まあこのように複数のチームで動いているといったところだと、まあ、ビルドがサクセスばかりじゃなくてインプログレスのままずっと残っているものだったりとか失敗しているこの赤になっているものだったりとかっていうものが見えるようになります。さらにはじゃあその失敗しているのは何なんだろうとこうクリックしていってドリルダウンしていくということをすると、その詳細を見ることができるというものになっています。ビルドインフォメーションということを見て何が起こっているのかというのが一目でわかるようになると。
こういった機能がすでに提供されているのがこのジェンキンスというアップになります。なので特にデータ取り込んだ後何すればいいかわからないっていうふうになることもなく、ただ単にセットアップしていく、単純にセットアップしていくっていうだけで、もうすでにこういったダッシュボードができているって状態になって、すぐに実用化できるっていうふうになっているのが、このスプランクのアップの非常にいいところになってきます。他にもですね、少し時間があるので、他のデモなんかもさせていただきたいのですが、例えばこれは AWS のアップの方で見えるものになってきます。例えば、AWS の場合はクラウドウォッチ、クラウドモニ、クラウドモニター、クラウドトレイル、あとは、コンフィグ S3、そういったものを組み合わせていってデータを HTTP 経由でスプランクに投げ込んでくると。でスプランクに投げ込まれたものがこのようにすでに作られたダッシュボード上に表示されるということになります。なので、複数のアカウントといったものを扱うことができるものになっていて、アカウント ID が今 All となっていますけれども、その他にもいくつもアカウントを作ることができると。それぞれ適切に設定していけばすぐにこういったものも見えるようになりますよというものになっています。ですので、インスタンス数が今どれぐらい動いていて、あとはオートスケールのインスタンスがどれぐらいあるのかといったところも見て、キャパシティプランニングに役立てるだったりとか、デプロイした直後に何か問題が起きたといったときにも負荷が急に上昇したといったこともこちらで見ることができるようになります。あとはトポロジー、こちらの方も面白い、非常に面白い画面になっておりまして、各 VPC に紐づいたサブネットの中でインスタンスがどれぐらい動いているかといったことが非常にグラフィカルに見えるようになっているというものになります。でこうして見てみると、このこちらの VPC 非常に多く動いているというところになっていて、こちらの方が、アジアパシフィック、シンガポール地域のところで非常に多く動いているだったりとか、中には時々、このボリュームの方が適切にアタッチされない状態で浮いているっていうようなものも見つかったりもすることもあります。そういった何かしら問題が起きているっていったこともこういうグラフィカルに見ることで素早く見つかるというふうになります。こういったものを活用していただくことで、スプランクで AWS の運用状況をモニタリングするだったりとか、ジェンキンスが適切に動いているかを見るだったりとか、あとは Docker の方でコンテナを出してコンテナ展開したけれどもちゃんと動いているかどうか、エラーが起きてないかだったりとか、何かコードに変更をかけたことで、CPU だったりメモリだったりディスク IO といった負荷が上がっていないかといったこともモニタリングできるようになるものがこのスプランクとそのアップというものになります。では資料の方に戻りますが、でスプランクも先ほどダウンロードしてインストールするということをしましたけれども、それ以外にもですね、 AWS の AMI、マーケットプレイスにあります。そちらの方から簡単にセットアップする、単純にもそれを使ってインスタンスを起動するということだけで使えるようにもなりますし、他にも Docker のリポジトリの中に、スプランクのイメージが入っています。こちらの方を使えば単純に Docker ランするだけでスプランクをすぐにアクセスできるようになるということになります。こういった形でですね、非常にダウンロードしてインストールするだったりとか、AMI 起動させるだったりとか、非常に簡単に始めることができます。ただ私たちのビジネスとしては、こういったものをライセンス販売という形でソフトウェアを提供させていただいているということになりますので、多分皆さん、面白そうだなと思われたかもしれませんけれども、でもお高いんでしょっていうふうに思われるかもしれません。そういったところもあるかもしれないですけれども、スプランクはただで始められます。で1日あたり500MB、あとは60日間といったところの制限はありますけれども、ただで使って、試していただくことができるものになります。当然アップなんかも自由に入れることもできますし、いろいろデータを入れることができると。ただ制限としては 500MB までですよと。ジェンキンスのデータ入れるだけだったら全然 500MB でも足りると思いますし、 AWS のデータでもそんな何 GB もいくことは多分ないんじゃないかなとは思います。じゃあ無料期間過ぎたらと、60日間過ぎたらどうなるのと、お高いんでしょっていうふうに思うかもしれませんけれども、それでもただで使えます。フリーライセンスというものがあります。ただ、いくつか機能制限というものはつきます。当然つきますけれども、500MB までであれば、1日 500MB であれば、ただで使えます。もう一度言います、ただで使えます。はい、そういうことですね。ぜひお試しいただければなというふうに思います。
まあ、ただ、まあ、500MB じゃ足んないよっていうようなことであれば、また、まあ、スプランクの方、私たちであったりとか、あとは販売代理店のパートナーさんであったりとか、といったところにご相談いただければなというふうに思います。最後にですね、コミュニティの方を紹介させていただきたいなと思います。コミュニティでですね、スプランクの方で出しているコミュニティというものが、資料の方は後で公開しますので、これはちょっと小さく書いてある、URL だったりとか、資料公開された後にでもちょっと見ていただければなと思います。例えば、そのアップありますよっていうものも、すべてがすべて別にスプランクが作ってるわけではなくて、個人で作ってそのまんまこう展開しているというものもあります。なので、Google Play とか App Store みたいなイメージで考えていただければなというふうに思います。それ先ほどのジェンキンスのアップというのを、実はスプランク公式のものではなくて、個人で作られて個人で出されたものになります。ただ私が見る限りかなりクオリティとしては高いなというふうにも感じます。そういう形でいろいろ自分の興味あるところといったもので、こういうデータが見れたらこういう形で分析できたらいいなっていうふうに思われるところがあれば、ぜひこういうアップを作ってですね、展開していってコミュニティに貢献していただくということも面白いとは思います。他にも Q&A、 スプランクどう使えばいいんだろうとか、使っていく上で何かエラーが出たな、ちょっとよくわかんないけどアクセスできないなだったりとか、そういったことがあるかと思いますけれども、そういった時にですね、この Q&A の方にアクセスしていただくと、いろいろ質問されてます。やっぱりスプランクの方もアメリカの会社ですので、英語でのディスカッションがほとんどですけれども、ジャパニーズっていうタグもあります。そこではもう日本語でのやり取りといったものもあって、中にはスプランク社員が答えたりするものもあれば、ユーザーさんの中で非常にスプランクファンの方がいるという方がこう回答して、テッキーな質問だったりっていうものにも簡単に答えてくれるというようなプラットフォームもあります。他にもユーザーグループの方スプランクありますし、あとは開発者向けのポータルといったものもあって、 API だったり SDK、 Java、Python、Perl、C だったり、そういったところを提供しているものがあります。開発者の皆さんにとっても非常に面白い部分あるかと思いますので、こちらの方もぜひご参加いただければなというふうに思います。あとは、ユーザー会の方ですけれども、定期的にミートアップなんかも開催していたりします。ですね、大体、月1まではいかないんですけれども、2ヶ月に1回か3ヶ月に1回ぐらいのペースで、みんなでこう事例を、自社でどういうふうに使ってるよっていうようなことを持ち寄って発表したりだったりとか、あとはまだ始まったばかりなので、いろいろ試行錯誤しながらやってる部分はありますけれども、ユーザーさんが集まって、ユーザーさん自身が運営してっていうことでやってます。その名もゴージャスという名前になります。ゴージャパンスプランクっていう名前を取って、もう取ってつけたようにゴージャスというような名前をつけてます。はい。あとは懇親会なんかでピザとかビールとかも出たりするので、そういうのを目当てに来られてもいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとあんまこういうこと言っちゃダメなんですけれど、ということでですね、何かご興味あれば、ご質問あれば、ぜひ私たちの方にアクセスしていただきたいなと思います。splankjp@splank.com、 こちらの方にメール投げてください。また私もしばらくちょっとここら辺うろうろしていますので、またこのスプランクっていうポロシャツを着た人間いれば捕まえてちょっとお声掛けください。はい、以上となります。どうもありがとうございました。